今日は久保田のシナジー SMZ955 を紹介したいと思います。まずはボンネットからね、表記シナジー SMZ955 でフロント今10枚ついてるのかな、2,4,6ローヤーと10枚ですね。で一応ハンガー的には12枚つけれます。うちにもねウエイト12枚あるんで、たまーにフルウエイトかけます。でこれやっぱりね、これ年式この辺の作りはね久保田変わんないっすよね、あんまり。でまあ今日はこれボンネットすぐ近くにあるんで開けちゃいます。よいしょよいしょ、こんな感じですね。作りがエンジンの作りがね、昔から比べるとだいぶ小さく感じます、これもどこを取っていいのか。これエアクリーナーちゃんと掃除してください。でこれバッテリーです。でね、この中に、この台の中にコンピューター入ってるんで、そいつにアタックかけていろいろやれます。ファンね、はい、でこれ燃料フィルターとエンジンオイルのフィルターあって、これね、こっちはねトラクターの右側だね、ぐーっと。で今ね、あ、そうだ、タイヤね、タイヤこれ BKT のラジアル履いてます。管理用なんでね、 9.5 の24音です。9.5 っていうのはないのか、一応250の85の R24 これです。で後ろもタイヤは PKT です。 PKT のラジアル、これは A サイズ、あったあった、320の85 R38 でこれね結構おすすめしたいんだけど、このタイヤ BKT の、僕これ舗装めちゃめちゃ走るんだけど、これで丸4年使いました。一番最初にね履いてたファイアストーンの、あれはバイアスなんだけど、あれは4年履いたらツルツルになりましたね。でもこれ4年履いてもまだこんだけあるんで、まだまだいけそうです。でどんだけ舗装走るのかっていうと、結構走ります、結構走るとしか言いようがないんだけど、めっちゃ走ります。でここには後ろにウィンドウォッシャーと油圧は2系統です。これねちょっと細いんだよね、これね。 PTO あって、ドアリンクはこれもともとクイックじゃないんだけど、クイックに取り替えてます。全部根元からね、全部ね。でここのちょっと気になるのはトップリンクのここ、これがね細いタイプです。なんだっけ、何分の1って言ったらいいのかな、わかんないけど、カテゴリー3、わかんない、カテゴリー1、2、細いやつです。とにかくでぐるーっと回って、今度は中行きたいと思います。よいしょ、これはねキャビンついてるんで仕事が楽です。よいしょ、で、まあ、2本についてた GPS を今は久保田のシナジーにつけてやってます。意外とね防除とかも使ってみるとすごい楽で重宝してます。でパネルはこうですね、よし、こんな感じです。時間は2922時間乗ってますね。これで8年
には乗ったのかな。であんまりこれこの辺のボタン使ったことないんだけど、いろいろついてて、まあ、これ肉ですね。肉ね、旋回肉っていうのがついてます。でこれこいつを、これがね、これが肩ブレーキが自動に効くっていうやつ。でこの辺はちょっと使ったことないですね。これは前のデフロックです。でギアがね、こういうタイプなんだけど、前に出してくる。1,2,3,4,5,6,7,8 ってね。でカーンってやっても順番に変速していくんで、まあ、そんなに苦じゃないです。でハンドアクセル、ハイロー、でポジションで PT をね、これ入れたり切ったり。でこれはエンジン回転メモリーですね。これもあるんでね、助かってます。で油圧はこれ 2K と、ね、これはちょっとビートハーベスターのコントローラーですね。でこれもここはあまりドラフトとかこれ使ったことないんで全然わかんないんですけど、使うのは落下速度とこの強弱と高さ規制だね。これ上がりすぎないようにこの辺しか使いません。見えない。これライト1個増やしてるんだよね。でこれエアコンと、まあ、ラジカセ、ラジカセ、いやラジカセなのかこれ。でスピーカーあります。でこのトラクターのPTO の速度なんだけど、これ540とか1000じゃなくて1,2,3なんだよね。なんでこいつをこうギアのように好きなところに、1だと回転が遅いです。で2がね1740回転ぐらいで540回転です。で3は使ったことないですね。感じです。はい、これまた後ろから見た感じ、まあ、ここにねこれあって、もうすごいね、乗ってて操作しやすいですよ。このトラクタートラブルも全然ないし、1回だけなんかミッションの配管、なんだろう、あれ油圧の配管かなんかちょっとひび割れてオイルが漏れたぐらいです。どうしてもね防除するんで、その辺はちょっとなんか負荷がかかったのかなと思ってます。こっち左側、前向いて左側にオイル入れるところと、これゲージね、ここにあります。でドレーンはね、この下にこれ2箇所あるんでね、こっち側とね、こっち側に2個あるんで、これ両方緩めてやってください。このトラクターね、カルチやってもすごい軽くて、トラクター自体の重量が軽いんでね、いいっすよ。ハンドルもグイーンと曲がるんで、僕は結構好きです。前からまた見ていきたいと思います。フロント、ちょっとね、いろんな、こっちの方ちょっといろんなもんが映っちゃうんでね、この辺は見なかった。